皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも。今日ですね、タイトルにもあるとですね、まあ唐揚げにも合う、まあ、ハイボール選手権ということですね。まあ、辛、ん?ハイカラ?辛ハイ?どっちどっち?ハイカラか。ハイカラって言うじゃないですか。なんかね、CM とかでもやってるよ。だからね、その中で、まあ一番、まあ、美味しいハイボールって何なのかなっていう。まあちょっとね、大きくジャンルをね、とりあえず4つに分けてきたので、まあ、それで一番ハイボールに合うものをね、探していこうかなと思います。というわけでね、まずは、エントリーをね、見せていきましょう。まあ、最初はね、まあ、CM でもね、やってる、ハイカラのね、CM でやってるね、格ですね。居酒屋さんの定番ってこともありますし、まあ、CM でやってるしっていう意味で、まあ、格で。で、次ですね、まあ、フルーティー代表っていうことで、グレンモーレンジオリジナルですね。まあ、ちょっとね、柑橘っぽいのが、まあ、ちょっと、唐揚げの脂身をちょっとね、減らしてくれるというか、さっぱりさせてくれるんじゃないかなと思って。ですね。じゃあ次、タリスカー10年ですね。まあちょっとスパイシーなんですけど、肉料理とはね、相性いいのでね。まあ結構スパイシーな感じで、まあよりね、唐揚げの肉と脂とね、相性いいのかなと。で、まあ最後はね、まあおなじみですよ。アートベック10年、アートベック10ですね。まあもうヘビーピートのめちゃめちゃスモーキーな。ハイボール。まあね、これがまあどれだけね、唐揚げに合うのか、ちょっと僕はよくわかんないんですけど。まあせっかくね、まあこれから見ていきましょう。というわけでまあ早速なんでね、まあちょっと唐揚げを揚げていきます。というわけで、作ってきましたね、唐揚げでございます。実はうちでもね、唐揚げ出してるんですよ。まあちょっとね、すごく忙しい時はね、作れないんですけど、まあぜひね、うちに来た時は唐揚げ食べていってください。結構美味しいですよ。というわけでね、ハイボールの方を作っていきましょう。OK ですね。4つハイボール作りました。じゃあね、まあせっかくなんで、まあ、このね各からモーレンジ、タリスカ、アドベックの順でね、まあやっていこうかなと思います。まあ、実際ねテイスティングするときでもフルーティーなやつからあんま癖ないやつからピートタイプのものまでいった方がいいですよ。そんなわけで、じゃあ早速ね唐揚げいただきます。まあなんか無難な感じっすよね。まあ、角杯ですよ。まあ合うのか合わないと、まあハイボール自体に唐揚げとも多分相性いいんですけど、角杯がベストで唐揚げに合うかって言ったら、なんかまあそんな感じはしない感じの味ですね。ハイボールだなっていう感じの、角杯だなって感じの、なんかこう、うまい、なんだろうな、ペアリングではないっていう感じがなんとなくしちゃいますね。じゃあ、次、モーレンジホイップ。これ一個一個食べて飲んでるの結構酔っ払いそうですね。ああ、まあね、確かにモーレンジすごいさっぱりしてるんで、結構この脂の多い食べ物はかなりいいんですけど、フィニッシュがこうやっぱりこのグレンモーレンジの持ってるちょっとオレンジっぽさっていうのがねかなり強く出てくる。もしかしたらちょっと合わないかもしれないですね。というわけで次タリスカ行きましょう。まあタリスカ実はね僕大本命なんですよ。多分一番相性いいだろうなっていう予想なんですけどね。
うん、いや、うん、多分これかもしんないですね。アートベック飲む前に正解を見つけてしまった感じがしますけど、このタリスカーの持ってるスパイシーさがね、すごい唐揚げとね相性がすごく良くて、で結構ね、そのタリスカーの持ってるピート感っていうのがより引き立つかもしれないですね。このスパイシーさと唐揚げがこう組み合って、こう残ってるピートがこう最後にこうやーいってやってくる感じの、かなりね、ほんとウイスキーが好きで、であの唐揚げと一緒にハイボール飲みたいって人はね、ぜひね、タリスカーすごく美味しい。そんなわけで次アードベックって言いますか、もう僕が、ね、一番大好きなやつ、そうですね、アードベックに過ぎると、あの唐揚げが全部ピートに持ってかれますね。唐揚げの味しねえってなりますね。やりすぎかもしれないですね。まあアードベックとかは結構だし系の料理とか、まああの日本料理系のそのちょっとだしっぽい感じの料理とかはね、すごく相性いいです。まああの唐揚げとか、まあハイカラの唐揚げとかだったら、まあタリスカーとかのちょっとねスパイシーでちょっとねピート感のあるぐらいが多分一番ちょうどいいですね。グレンモーレンチだとね、やっぱりちょっと柑橘の爽やかさが強く出すぎちゃいますし、やっぱり各とこのシングルモルトたちを比べるとやっぱりどうしてもね劣っちゃうのがあるんで、各まあなんで、まあこのね、まあちょっと代表的な4つで、まあジャパニーズのブレンデッドとハイランド代表、アイランズ代表、アイラ代表みたいな感じで、やってみましたけど、まあね、一番うまいのは、タリスカでしたということで。まあ、このとこ参考になったのかな？なったのかな？まあ、それこそ家で、唐揚げと、ね、なんかハイボールやろうって思ってる方とかはね、まあ、ぜひね、タリスカ買って、これで、ハイからやってみてください。で、一番相性いいですね。で、もしね、唐揚げを置いてる居酒屋さんはね、ぜひタリスカを置いてほしいです。そんなわけでしてね、本日の動画は以上になります。まあね、この動画、まあ、参考になったよとかね、面白かったよって方いましたら、ぜひぜひね、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。